なじみのオレンジは J2 復帰を目指す愛媛 FC、 迎え撃つ白に思いをつなぐ右肩上がりのブーゲンビリアピンク、ホームテゲバジャール宮崎。今のところ風は画面左から右、前半45分の笛です。長いボール風にかなり押し戻されます。小川から前へ、松田飛ばして三原、グラウンダー正面です。いい形ができました。愛媛走り込んでいる曽根田、一度止めた後拾い直す、4人で囲む宮崎、シュート正面だ、押し込んだ、ボールはポストのわずかに外でした。ここに詰めている松田力です。白い宮崎の選手たちが囲みに行って、ゴールキーパーの清水内のファインセーブ、こぼれた、矢田に変わっています。ヘディングは逸れていきました。キッカーは20番の矢田朝日。ゴールに向かうボール、大熊健太、ショートコーナーデザインしてきた、もう一度回って大熊、シュートだー、シュートでした。大熊健太デザインして自らの左足、ここに向かって己越えのオレンジ愛媛 FC、 グランダーを使っていきます。愛媛ディフェンスするベンダーカンが待っている、一度はたいて松田力、逆風ものともせずに松田力、ベンダーカン前を向く、松田が中で待っている、スルーパス、松田力正面だ、ポストの左、わずかにポストの左、代わって入った佐々木匠からのスルーパス、前へ南野ヘッドで落とす、走り直す、守備が2、正面のシュートはゴールキーパー徳重、スーパーファインセーブという場面でした。よく止めました徳重、狙った壁にかける、大熊がフォローする、試合終了を告げる長いホイッスル。